伊集院光る深夜のバカ力から2002第2話パパさんのゴルフは死の香りの巻。風邪をひきましてね、今週ずっと先週か1週間ぐらいすごい風邪ひいたなっていう感じの膝、なんかこう膝がこう膝のパーツ、これ右と左間違ってんじゃねえのみたいな、あのプラキャップみたいなやつを、あほらやっぱり説明書違ってるみたいな、だからもうパッチリハマっちゃってから取れないみたいなね、まあパーフェクトガンダムでいうところのね、プラモデルでいうところの、まあそういう違和感があるんだけど、夜中とかに熱がドビーって出るんですよ。頭痛えなとこになって熱がドビドビーって出て、で測ると38度6分とかですよ。でやっべえなーと思って、シマンテックのウイルスバスターをインストールして、頑張ってみるんですよ。でそうするとね、まあ人間用のやつが出てないんですよ。 Windows 用とマッキントッシュ用が出てるんですけど、 Windows 用のやつが出てないんで、人間用のが出てないんで、カコナールとか飲んですよ。カコナール、最近カコナール2ってなってるんだけど、別に俺の体感的には聞き方は同じですね。ほんで、朝になると治ってるっていう、でまだ膝調子悪いみたいに、でまたちょっと仕事するとまたビリビリって出るわけですよ。でなんかね、困ったもんなんですけどね。でそんな中ね、時を同じくしてね、実は今日から新コーナーでちょっとネット使ったやつやろうか、最近こうネットを使ってるとかっこいいなと思って、みんなね、高知昇のホームページとかかっこいいなと思って絆っていう名前だしねえ、最近の高知昇夫妻のことが書いてあってかっこいいって、だってあんなデジタルと逆方向にいる人でもそんなやってるわけですから、僕らもやんなきゃと思って一生懸命やろうかなと思ってたんですけどね。そんな矢先に私のコンピューターまでウイルスに感染しましてね。ほんでそれがね、弱ったんですよ。ものすごい弱ってるんですよ今。カコナールぶっかけたら動かなくなったんですよ。多分ウイルスのせいだと思うんですけど、キーボードのとこにうまくドボ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 って入れたら、うんともすんとも言わなくなりましてね、それどこじゃねえやっていう感じに今なってるんですけどもね。なんつうんですかね、この、IT 時代ね、IT 時代にね、ウイルスを一言だと思ってたよ俺。すごい思ってたら、なんかあっさりかかりましてね。それでいて、駆除ソフトみたいなのに入れたんですけどね。ウイルス駆除ソフトなんてやつはね、あいつはウイルス駆除してこそのやつでしょ。ね。だから入れたら おめえがちゃんとやるべきでしょ。あいつはウイルスを駆除しないならば、あいつはコースターなわけですから、ピカピカするやつでしょ。だから空強くですよあいつは。なのになんかわかんねえけどすぐにギブするんですよ。ギブギブみたいな、これ無理これ無理これ無理みたいな、そういうの言うんですよあいつが。でそのある程度アップデートみたいなしてきたんですけども、さらにアップで新しいデータとかを入れたら、その新種のウイルスにもなんとかなるんじゃないかなって思うんですけど、その新種のそのウイルス用のそのアップデートをもらうのに、インターネットに繋がなきゃならないわけじゃないですか。それは大丈夫なの？そのさ、今俺の中にさ、いっぱいさ、いるさ、ウイルスの人がさ、もう出たくてしょうがない。感染させたくてさせたくてしょうがないわけでしょ？あいつにしてみれば。ね。で、それがさ、多分ちょうど電話線つなぐ出口のところとかでさ、そっと隠れてるに決まってるんですよ。アナログ表現ですけど、おそらく、開いたら123に出ようぜとか言ってると思うんですよ。で、それをつないで大丈夫なのかどうかがわかんないじゃないですか。だから一応僕は、血のプロデューサーのバイオに、まずメールを送る形で、同じ病気で悩んでみようっていう形をしようとしたんですが、まあ果たして、その、
多分コンピューターウイルスなんてのはさ、あのコンピューターの中にいるわけでしょ、いっぱい。拡大してみるとさ、角はあるわ、尻尾は矢印になってるわのやつだと思うんですよ。真っ黒いやつだと思うんで、それでワイワイワイっていうやつだと思うんですよ、あいつは。あいつは多分ね、言うことを聞かないと思うんですよ、かなり。血のプロデューサーのとこ行けって言って、本当に血のプロデューサーのとこに行くかったら、その保証が持てないんです、でしょ？ね。俺は血のプロデューサーのとこに行けって言ってるのに、あの、富士の血の穴とかのとこに行ったら、まあまあ、あの、まあいい気味ですけど、ね、別に、恨みもつらみもないですから、いい気味ってことはないでしょ、別に。ちゃんと、あ、確実にフロッピー経由で送れば、人には迷惑がかからないね。血のプロデューサー絶対ネット繋げちゃダメですよ、明日の朝から。今日入れますから。みんなに迷惑がかかるようになりますから、今頑張って、僕も頑張って、いろいろウイルスのことを勉強しますから、それで。で、血のプロデューサーと俺で共同で発見しましょうよ、あれを。どういう風に駆除するのかみたいな。まだそういうね、あの状態なんですよ。もしあれですよ、血のプロデューサーとかがいつもこう、あの、行ってる、行ってる、集ってる、あのページとかに、のとか、仲間とかとかに感染しちゃったら悪いじゃないですか。おそらくそんなこう、血のプロデューサーのパソコンからウイルスが出てったら、新選組には全部絶対行きますよ。あと、あの、龍馬にも行きますし、あとね、乙女にも行きますよ。お姉さんの乙女のパソコンにも、あ、龍馬から来てる。ね、でもタイトルがないし、文字化けしてるわ、なんつって。乙女は四国の田舎でずっと暮らした人だから、まあわかんないでしょ。それでてクリックしたら最後も、もうね、大変なことですよ。人斬り伊蔵とかにも映りますよ、おそらく。あ、久々に人斬り仲間からメールが来てんな。タイトルがないし、文字化けしてるけど、大丈夫かなーなんて言ったら、もう、伊蔵のパソコンにももうすごい。杉田玄白とかのやつにも行きますから、もし玄白が、こう、ちょっとタフェラナトミ行ってみようかなーなんて言って、アナトミアを結構まとめたページがあるって聞いたから、なんて言って、ほんで行ってみたら、あれ白髪圏内からメールが来てるけど、文字化けしてんなと思って、こう開けてみたら、あれで、あれですよ、玄白がずっとその貯めてきた、そのパソコンの中に貯めてきた、ターヘルアナトミアが、もうすごい勢いで侵食されちゃって、嘘ばっかになりますから、絶対。ハートなる言葉は、陰謀のことなりっていう風になっちゃう。あれ、それになっちゃったらもう、これ、あの、杉田玄白のターヘルアナトミアがあったことで、今の日本の医学あるわけですから、どんどん間違えちゃって、ね、西洋人は玉金が6個あるなりとかが入っちゃったらもう大変なことですから、もう僕のウイルスはちゃんと自分の中で解決してください。ネットとかそういうのやめてくださいよ、なんかさ、そのさ、ウイルスをさ作る人はさ、きっとすごい頭がいい人なんだと思うんですよ。だってなぜなら僕は作れないから、だからすごい頭のいい人だと思うんですね。僕がコンピューターを使って作れるのは、僕が最近した変わった朱印を集めて作った朱印新聞ぐらいのもんで、それぐらいはなんとかワードとかページメーカーを使えばなんとかなりますけれども、あの、多分ああいうウイルスとか作るすごい頭がいい人だと思うんですよ、僕は。なんかわかんないんですけどね、面白いのを作ってください。作ってくださいはなんですけれども、わかりませんけども、なんかこう深刻なのが できてくるでしょね、やるならば、どんどんなんかこう感染したこうパソコンの起動音が今ならなんかこうジョロリーンっていう、あの起動音が助けてお母さん、お母さん助けてって言ってから、マイコンピューターとか出る、普通に出んの。だから、一回こう開けてとか、そういうんならば、今のウイルスよりはいいでしょ。今のなんかこうデータが壊れちゃいますよとか、だから壊れ方とかもなんか全然違う壊れ方とかになってくれればいいわけで、例えばいいですよ。僕の Windows が、まあほんの4日間ぐらいならば、ピューターになっててもいいですよ。だからもう、あの字もでかいんですよ。だからほんと、原稿用紙1枚打つにももうフォントがすごいでかいみたいなやつは、たぶん1週間ですよ。すぐだったら予策とかクリアできちゃいますから、弱っちゃうんですよね、なんかね。まあまあ、ウイルスは作らないのが一番ね、ルフしないのが一番。そして、もうそれでもどうしてももう作りたい人は、
あの深刻じゃないやつでお願いしたい。データ基本的なデータはすごく無事なんだけれども、あのワードの打ってるとさ、イルカが出てきて、あんやろいよ、ぬめぬめのくせして、よけろでな、あいつ。なんか、脳が重複してるぞとか言うだろ、あいつ。なんか、わかんないことがあったら、聞けよ、なんて。痩せても枯れても人間様がお前みたいな、ヒレのやつに聞くことなんかねえよと思うでしょ。あれが、なんか、老紳士とかになってくれるやつとかだったら、イルカだなと思って、すごい老紳士が、お困りですかみたいなやつだったら、ああ、そんな困ってますよ、みたいな。平和の役に立つ形のやつじゃないですか。それは、僕にとってすごくいいやつじゃないですか。もしくは、ちょっとショッキングですけど、ワードのイルカが、ある日突然、息作りになったまま横向いて、エラをパクパク食べて、うつろな目で見ながら、ヘルプ検索してみるみたいな、そういう感じになってるってやつならば、まあまあまあ、お子様のパソコンには侵入しないでほしいですけども、僕ぐらいこう、なんていうんですかね、ブラックユーモアが、ねえ、わかるタイプの人だったら、まあ、もう、まあいいかなって思うんですけどもね。なんかね、ワームなんとかっていうのが入ったんですよ。それで、ワームなんとかだったら、これを使ってく、で、まあそうなんですよ。買ったやつで駆除できなくて、ワームなんとかなら、これで、駆除できんぜみたいなやつをわざわざダウンロードみたいして、それも、俺のだとなんかわかんねえことになると困るから、人のパソコンでダウンロードしたやつを自分のとこ持ってきてみたいな、一生懸命やったんだ、いろんなこと。したら、そいつは、問題ないって言うんですよ、そいつは。バッチリだよ、お前のパソコン。びっくり。お前34だろ10代の胃袋みたいな、そういう、なんか、お前10代の肺だよ、みたいな。ウイルス、そんなものは見なかったな、みたいなこと言うんですよ。だけど、そのソフトの、その、なんかちゃんと市販で売ってるソフトを使うと、検出でいて、処理できませんでしたって、全然申し訳なさそうに言うでしょ。検出ってなったら次の瞬間処理できませんでしたって出るのよ。普通だったら、すんません、みたいな話でしょ。あ、申し上げにくいんですけど、なんて。いやー、まあなんかこう、あったかい日が一日あったと思ったら、雨なんか降っちゃって寒いですね。これが3月あたりになってくるとこう、三寒四温なんてことを言って、こう春がね、近いなって感じするんですけど、で、あのウイルスの件なんですよね、っていうぐらいの長さで出ればいいのに、ペペって出るやがんだよ。なんか、できませんなんて言って。弱ったもんですよ、なんか。ね、ダメですよ、あんなことじゃダメですよ、本当。もっと頑張ってくださいね。もっとね、根性をつけてほしい、デジタル時代に。あいつらに、もっと負けず嫌いになってほしい。えらい長い時間かかってスキャンしたらと思ったらできませんじゃないんですよ。口が裂けても言うな、できないなんてな。ずっとスキャンしてろお前は。ずっといろんなこと手を尽くしてろお前は。頑張ってガッツ機能を入れろよ、ガッツ機能よ。わかんないけどマウスを強く握ったらより駆逐しろ。頑張って駆逐しろね。そんなこともありましたね。今日の1曲目はこれにしました。TBS が勝手に1月23日リリース伊藤幸子で心の扉。今日はファックスなんですけどもね、まあ、ノベルティグッズ新しくしようということでお尻コインの出荷を停止にしてるんですけれども、あれなんですよ、カード作ろうっていうことになったんですけど、結構な例のお金、変死体で儲かったお金を僕が小豆とかやったんで激減してますよ。それで、まあそのお金でそのカードを作るっていう話を今一応まあ進めてて、でちょっと時間かかりますんで、今日とか読まれた分に関してはちゃんと後で記述つけといて、カードの方をじゃあこうしましょうよ。カードできる前に読まれて待った人はウイルスを僕の僕の洗わない袋に玉袋にギューってつけたウイルス付きで。じゃあ、ウイルスを希望しない方にはウイルスを希望せずに、あげますんで、差し上げますんで、ちょっと待っていただきたいんですけれども、それは貸しってことでお願いしたいんですけれども、あれですわ。カードも、なんかこう、何種類か作るやつって何シリーズとか、まあ、一応今作ろうと思ってるのが、俺の連続投球ホーム。ね、ずーっと、3コマですけど、これで3種類とか作ろうと思ってるんですよ。俺が、
馬糞を投げてる、消える魔球なんですよ。セットポジションの時は馬糞があるのに、力を入れすぎて、投げる前に指の間から全部出ちゃってるから、投げた瞬間には消える魔球になってる。言うと写真撮らなきゃならないですよね、これね。こういうのとかを今企画してるし、あとは、もともと、今回その実はネットの企画でやろうと思ってたやつは、カルタ関係の企画をやろうと思ってたんで、そのこう、カルタ、ね。だから、アイウェイを書き込み全部あるんで、7種類。ね。愛さねぬ、ろ、わ、の7文字の絵札がありますから、ね、風の時はもうダメだ、俺多分、日頃より。そういういろんなシリーズと、あと、僕のスーパーポンカーコレクションとか、そういうのも作ろうと思ってるんですよ。こういろいろポンコツカーとか撮り、写真撮り行って、そういうのも作っていきますから、もうもらって嬉しくないやつもいっぱいありますよ。ね。スイカっぽいけど、全然時期がないやつ。なんだろう、本当に自動改ざんでかざすとぶん殴られるやつとか。いるんだ、駅員さんにもボクシングやってる人みたいな、そういう体験ができるカードとか、いろいろシリーズで作っていきたいと思ってるんですよ、いろいろ。ね。で、もちろん、レアな中には、ヌードもありますよ。僕の師匠、ヘンミエミリさんに習ってセルフヌードですよ。ね、ああいうのも作っていきたいと思ってますんで、できそうなやつがいいよね。今日はファックスもらうにしても、もう急いでますから、このままだと僕が暴走したまま、無駄な四角い紙をいっぱい作り続けるだけの話になりますから、で、カードのいいところは、その最初のその初版みたいのでいっぱい作るじゃないですか。そうすると、追加が、安くできるから普通の番組予算で作っていけるっていう利点とかもありますんで、こういうカードはどうでしょうとか、この手のカードとかどうでしょうってなればですね、アイコラ名人みたいな人いないのかな、なんかいろんななんかアイコラ作りたいな。顔は俺なんだけど、裸は内山くんみたいなカードとか、内山くんとか頼んで作ってもらうといいかなっていう。まあ、ただ俺がボコチンを出してるだけのカードになると思いますけど、なぜか逮捕されるのは内山くんっていう、そういうカードとかもできますよね。あと、これは、例えば、下に、もうアイコラの技術がある人はどうしても見っかんないときには、これは、下の方に、アイコラシリーズって書いてあるんだけれども、本当にすげ替えているっていう、そういう。伊集院の体に、橋本龍太郎元首相の顔が本当に乗っているっていうのも、ものによっては、できるかもしれませんし、あとはもっと言えば、3枚ぐらいアイコラでパリの凱旋門の前に立ってる俺とか、そんなに合成で、それからあと、ピラミッドの上に仁王立ちしてる俺とかあるんだけど、秋葉原ですっぱだかの俺っていうのも、アイコラシリーズって書いてある。合成って書いてあるけど、なぜか伊集院さんが今獄中にっていう、そういう。しんみりするよね、みんなね。みんな、あー、このカードがあったから、最近深夜のバカ力からねえんだっていう、パラドックスですよ。だから、わかりませんけど、今、ハガキとかワックスとか読まれて、カード溜まってる人っていうのは、俺が獄中にいる間もその原因となったカードが送られてくる可能性がありますから、そういう意味でも、いいですよね。で、だからそういう、こうなんかね、いろんな、バカードですよ。伊集院光る深夜のバカードを、作りたいと思ってますんで、その図案、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540、もしウイルス捕まえたら顕微鏡で見て、それ撮ったやつとかも、出しますから、お楽しみ。伊集院光る深夜のバカ力。そうそう、だからさ、結構あるよ、家探せば、思い出の、日本最北端のエロ本の自動販売機で撮った写真とかありますから、ああいうやつとかも使えるわけじゃないですか。あと俺のおじいちゃんの写真とかも使えますから、うちのおじいちゃんインパクトあるよ、本当に。
普通の頭は髪の毛なくて、で、75ぐらいの時に、もう肝臓をバリンボリンに下げてやられてるから、90ぐらいの顔つきで、ほんでいて、髭が本当にこれはマジで白髭がへその上ぐらいまでありますから、それで、ほんとクリスマスの時期に、近所のガキとかにサンタだって追っかけられる時に酒が入ったらもう大変だから、一生その子はサンタを信じないっていう、急にプレゼントはいりませんっていう話をしますから、でまあそれはかなり晩年で、パワーがなくなってきた頃でそれですから、フルパワーだった頃には僕はあの未だになぜかこう記憶、おじいちゃんの記憶をたどっていくと、そのファイルの中にあのフォトとしてあるのが、昔の俺が今そのうちの実家があるところの前に建ってた家の、その前に建ってた家っていうのがあって、それがの俺は1階から見上げてる目線で2階の一番上におじいちゃんがいて、でおじいちゃんがなんと日本刀を持っているという写真があるからね。でいて、その映像は本来ピントがあってもいいがたのに、涙でピントが合ってないっていうのがありますから。で、連続写真で見ると、その後おじいさんが足がもつれて落ちてくるところまでありますから。あれ映像的にはゲルググが来たっていう感じの。まあそれは写真がそっちの方の瞬間写真が残ってないと僕の頭の中に消そうとしても消せない、リレートできない形でまああったりするんですけれども、あのなんつうのかな、あれを参考に富野監督がガンダムでゲルググのやったとか やんないとかですよね、それはね、でまああとはそうですよね、あとはどうなんですか、世の中の法律的なことは僕よくわからなくて、お茶目のつもりが執行猶予でおなじみですけども、ふとしたね、ふとしたことでありますけども、弾ありますね。弾はどこまでアップで取れば、OK なのかっていうのを知りたいですよ。だって、あの、皮引っ張りのマクロ拙者でいけば、もうそれは弾じゃないじゃないですか、全然。ね。で裏にこれは弾ですよって言っちゃうと弾かと思ってすごいみんなそのエロが刺激されますから、これは多分そのわいせつとかを出したことになるじゃないですか。だけど裏にツンドラって書いといたらツンドラの大地って書いてあったら、あーツンドラのそれは大地かな、だって顕微鏡で撮ればもう確実でしょっていうか、今俺すごいこの企画通そうとしてるけど、多分今聞いてるやつはやめてくれって言ってると思いますけどね、そういうのですよね。あとどうあれとか高くなるのかね、あの元々は黒いあのあのブラジャーとパンティーをしてるみたいなんだけど、指でこうやって温めていくとボワーって出て、見てみーと思ったらまた黒になってる、冬だからみたいなやつ、あれああいうのはエロ土産、あのエロ土産みたいな高いんだろうな、印刷とかがな、あやりたいですけどね、エロ日報方式ですよね、それはちょっといいなと思いますけどね。でそんな僕がですね、そんな僕がですね、あの金曜日の夜にね、恋をしました。また、またですよ。ね、おいらくの恋ですよ。ね、もうね、あの今や僕なんかもね、あのそらあの老人ホームに行けばね、モテますけれども、じゃあ恋をしたところで役に立つのかってもう立ちゃしませんよ、そんなね。それの僕が恋したあのね。あれに出たんですよ、イベント、仕事で、あの麻雀のネット麻雀のトンプーソーっていうのがあって、要するにまああの麻雀やりたい人が4人アクセスして、ほんで4人で麻雀ゲームをやると、普通だとファミコンとかだと1人用だけれども、その4人全部が誰かがどっかしらでやってるっていう、そういうやつなんですけどね、それのこうネットの無料ネット版みたいのと、あともう一個ちゃんと販売ソフト版みたいのがあって、その販売ソフト版みたいなのキャンペーンでこうずっと麻雀大会をやってて、その蓄積のこう大会での成績がいい人がこういよいよ決勝大会で、決勝大会に12人残るでいて、12人だと、3で割って、4択に分けて、あ15人か10いや12人3で割って4択に分けて、そこに1人ずつゲストが入るみたいな麻雀大会なんですよ。でそれをこうゲストを変えて、全部で5回戦ぐらいやって、一番点が高かったやつがもう勝ちっ
っていうことなんですよ。で、負けた人はその場で、頭蓋骨を取られて、磨いて、あれですよ、祝杯をあげられるっていう、そういう古代クリミア地方の伝説に基づいたやつをやられるんですけどね。ほんでね、俺が一応入ってるわけで、また困るのがね、ネットマージャンですから、ネットでこうマージャンやるじゃないですかって言って、ルールがあって、もともと接続量とか、それから時間の短縮のために考えられたんだろうけれども、10秒ルールなんですよ。自分がパイ積もってから10秒以内にしなきゃいけないんですよ。で、10秒をずっと考えてると、勝手に積もったパイをどんなに大事だろうが切っちゃうシステムなんですよ。で、それわかんないから、こうポンってこう切られちゃうわけですよ。でもそれは、だいたい来てる人はマージャン強いから来てるわけじゃないですか。強い人が見ても、おい、伊集院ちょっと待てと。それはねえだろっていうことじゃないですか。だから、チャット機能を使って、いや、今のは僕はルールにまだ不慣れだったんで、本当はいる範囲だったんですけれどもって書きたいんですけども、そんなのしてるとみんな早いから戻ってきちゃって、やっちゃったんですけどもって言ってるうちに次のパイを切られてるみたいな状況なんですよ。でね、もうなんかすごく分かったら、つくづく分かったのはね、俺はね、麻雀がうまいって自分で自分を思い込むことはとても上手だったんですけども、言い訳がうまかったんですよ、今までは。言い訳がうまいから、本当は、例えばドラを見てないでパッて切って、誰かに泣かれて、で、ドラをポンされて、で、周りの他のポンしたやつ、俺以外の二人から、あいつの手が高くなって打ち方変わっちゃうじゃんとかって言われると、すかさず、バーガー、俺だっていい日が来てるから、いい牌が来てるから、もうそんな出世の妨げなんで、そんなこともわかんねえのかよって発することで、俺もそんな気がしてくるっていうシステムなんです。俺も知ってて切ったような気がしてくるっていうシステムでやってたもんだから、その何、一番シビアなルールなわけやん。全員平等に10秒決まってる上に、相手の、俺大体ね、相手にまずい牌出させるときとかは、顔芸とかで大体出させてきましたから。今までは、要するに、ジャンタクの下から、相手の短パンの裾に、こう、足を入れて、足の指と人差し指で、金玉を引っ張ったりすることで、うぎゃって離した牌で、入ろんっていう、やり方で、俺も、その何、ジャン王っていう座まで登り詰めましたから、その機能が一切ついてないんですよ。で、大体言いますよ、そのね、トンプーソー大変面白いソフトなんですけど、改良していただきたいところがある。カツカレーが頼めないデジタル時代だから僕言わせてもらいますけれども、麻雀っていうのは、これね、気の流れがあるわけ。運と気の流れがあるわけですよ。気の流れって言うと恥ずかしいね、なんかね。気の流れがあるわけですよ。で、その、特にトンプー戦みたいな短い勝負なわけです。長い丁場じゃないわけですよ。一回やったら次の人戦うわけですから、長丁場じゃない時に一回戦負けたら、これは今科学的に実証されてニュートンで僕は読んだんですけど、カツカレーを食べると勝つらしいんですよ。それはね、ニュートンでも読んだし、行きつけの雀荘の嫌われ者の親父がいつも言ってましたから。僕はそれでいつもカツカレーを食べて食べて食べて自分は負けたけれども、でもみんなで一応雀荘でかかったお金割り勘ねって話になってるから、馬代よりもカレー代の方が高いみたいな嫌な思いをさせて返してきたんですよ、今まで。それでみんなが、伊集院とは麻雀やりたくないよっていう。ね、要するに怯え上がるっていう、俺の麻雀の腕に怯え上がるシステムをやってたのに、ネットで今さ、i モードとかだってさ、i エリアみたいの使えばさ、今自分がいるところを GPS みたいなので検知して、そこに今、知ってる？なんか EG Wave かなんか新しく始まるやつで、その今いるところを検知して、今一番その人から近いマクドナルドの地図が送られてくるみたいなのあるわけだから、できるわけですから、今俺がやってる場所に一番近くてカツカレーを作ってやってもいいっていう人がいるわけでしょ。そいつにメールを送ってくれるわけですよ。メールを送ってくれて、そいつが本物のカツカレーを持ってくることが全然できるわけなんですよ。それをやってないんですよ。それはね、なんかね、規制の麻雀ゲームみたいなものに囚われすぎてるっていう話なんですよ。それ僕はすごく言いたいんですよね。あとね、これは真面目に言ったんですけど、チャットをするときに、ただでさえ僕が打つのが遅いのに、麻雀をやってる時の、チャットで、第三元狙ってるのって書こうとして、変換っていうのをポンと押したら、第三元はさ、大きな、関数字の3に元で第三元じゃないですか。だけど、そこの、その、辞書のファイル自体は普通のファイルだから、代わりに三、お参りに行く第三とかなるわけですよ。それで言って大工の源さんの源とか出るわけですよ。なんかわけわかんないじゃないですか。あれはちゃんと最初から、
麻雀用語は変換しやすいような辞書を作ってつけて、で、さらには、ファンクションキーってよく使う言葉をボタンに10個入れとくってできるじゃないですか。ごめんなさい。死んで詫びます。許してください。帰りたい。とか、そういうのちゃんと最初やっててくれれば、ポン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 、ごめんなさい、ごめんなさい、見逃してくれとか。あと、そうね、まあ、頻度が高い順に言うと、実は家で病気の母が寝ておりますと。僕がこのまま負けて帰ったら病気の母はこの暗い顔を察知して何かあったのかにケンちゃんと言うでしょ。僕は歯を食いしばって、いや今日は麻雀が調子良かったんだよ母さんって言うけれども、それは親子言葉ではそう言ってても僕の深い悲しみを読み取るでしょう。そうなったら母さんの病状は悪化します。あなたが今僕が間違って切ったそのドラの上にチューンをポンすることをやめてくれるのならば、僕はまた元気にいられると思います。そして母さんも解放に向かうこと間違いなしです。逆にあなたがそれをどうしてもポンするって言うんだら、あんた母殺しだよをね、そのファンクションで入れといてくれれば全然スムーズにいくんですよ。で、同じ感じで、ドラの吐くっていうのをまたファンクションの Q とか入れてくれれば全然いくんですよ。で、俺は恋の話してた？してたね。そういや、恋の話。そこにさ、ゲストで、ここが本題だったんだよ。もうゲストで、ウイルスにファイルがやられてるから、今かなりやられてるから、俺、これ出るはずなのに、そこにゲストで女流麻雀、今、麻雀のプロの、女性の人が、多分プロっていうぐらいだから、見た目全然普通の女の子なんだけど、すっげえカツカレー食うと思うんですよ、僕のさんでは。あとはものすげえいい謝り方すると思うんですよ、絶対に。で、その、女流プロみたいな人が3人来てるわけですよ。で、その人は麻雀界ですごい有名な人らしいんですよ。で、行く前から女流プロの人が来るって言われてて、俺それ全然知らなかったから、金馬の読者とかにはもう相当知られてるようなやつなんですよ。金馬織のね、読者とかだと。川口海人の代表作は4分の3だろみたいな、そういう人たちには。ジパングとかじゃねえじゃんみたいな人たちには、その、お馴染みの人らしいんですよ。福本漫画はヤンマガで読めて普通じゃねえんだよみたいな、そういう人たちにとっては有名な人らしいんですけど、で、その ね、お嬢さん方が3人がいらっしゃったんだけど、その中の一人の子がめちゃくちゃ、いや、真面目なすっぴんで来てたんだけど、別にほらネットだから映るわけじゃない、すっぴんで来てたんだけど、きっと普通に化粧とかしたら普通のアイドルですよ、みたいな。だからなんていうの、顔の可愛さから言えば、もう、堀越乗りクラス？微妙？いや、多分なんか普通にアイドルじゃんっていう感じの人なんですよ。で、いて、麻雀も当然プロだから、上手でいらっしゃる方なんですよ。ね。で、いて、すごいなと思ったのは、よく僕は言うんですけども、悲しいかな、お笑い芸人とか、今お笑いは、お笑いがすごい面白いってことも一個大切なんだけれども、それプラスブースター。アイドルとかもそうですよ。それプラスブースターっていうのが必要なんですよ、テレビとかに出るのに。この子は、まあ、ず抜けて可愛きゃいいですけれども、東大も出てて、何か東大も出てて可愛いとかあると、ブースターがついてますから、早いわけですよ。だ勉強のスペシャルとかいうと呼ばれたりとか、例えば、普通にみんな考えてください。あっぱれさんま、踊るさんま御殿の座席で言うと、要するに、アイドルの子とかって、の席っていうのは、本当に一個で取り合いだけれども、漫画家なんだけど、結構なんか、おかまっぽい人とかいるじゃん。ああいう人とかだと、山崎徹さんですけども、とかだと、割と席に早くつきやすいわけですよ、そこに。だから、ただ単にそれが漫画家だけだったら、まあ、つきにくかったり、おかまっぽい人っていうだけだったらつきにくかったですけど、ブースターだとつきやすいわけですよ。アイドルみたいに顔も可愛い上に、麻雀が強いっていうのは、すごいことじゃないですか、それ。で、しかもさらにもう一個あるんですよ。結構可愛くて、性格、仕草とか可愛かったり、性格とかも割と話してると可愛いんだけど、麻雀始まると、異常に口が悪い。なんか誰かアフレコしてるみたいなこと言うのよ。考えろよ、ドラ切る場所じゃねえだろお前。引くわ。これ引くわ。そのラスガイのクソ短期引くんだ。マジで、負けたんですか、負けちゃいましたみたいな、そういうやつなんですよ。なんかついてるみたいなやつなんですよ、そのなんか途中で。なんか麻雀で
ま、麻雀で、こう、例えば、なんつったのかな、1、2、3ってあるとするじゃないですか。1、2、3があるときに、1、2、2、3って持ってて、要するに、まあまあ、どこまで麻雀で説明すればわかる？お前か、川口海事の3分の4の話は分かって当然って流しといて、なんでここ丁寧なのか分かんないけど、まあだから麻雀は3個3個3個2個で上がり、3個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 2個で上がりじゃないですか。で、その3個のやつが全部4個は全部揃ってない、2個のやつがまだありませんと。で、その、1、2、2、3ってなってる場合は、要するに、この、もう自分で2枚使っちゃってほとんどない2を引いてこないと上がらないわけですよね。で、言うんですけど、それを麻雀用語っていうか、まあ男の麻雀用語なんですけど、腹ボテ短期っていう言い方をするんですけれども、妊婦さんのことですよね。そんな全然使いますからね。なんかそのギャップが、可愛い。なんか聞いたら後で、麻雀詳しい、あの雑誌とか結構読む、アンタッチャブルの山に聞いたら、すっげえ有名な人らしいんだけれども、噂でもしかしたら、あの子は性格悪いのではみたいな噂出てるらしいんですよ。一緒に組む人、あの、組んだことある人とかいるから。いや、違ったな。なんか、何か取り付いてるだけで、普通に話してる時に性格がいいのよ。性格良くて、すごい可愛らしい仕草とかするのよ。それは間違いないんだけど、麻雀が始まったとこ、時だけ、今気をつけて再生しないと、俺の首が飛ぶんじゃねえかっていうような感じの。欲しいのクソだろクソみたいな感じの。くれてやるよみたいな麻雀打つんですよ。待って、やっぱりもう読めてたのにみたいな感じになるんですよ。もう行くしかなかったしみたいなトーンになるんですよ、それが。二十歳そこそこぐらいの人で。でも絶対そんなキャラ、テレビ界がほっとくのとかおかしいですよね。俺は大体、あの別にそういうこと、形でテレビ出るっていうことは正しいかどうか別として、さんま御殿にスムーズに呼ばれるような肩書きっていうのは、おそらく正しいと思うんですよ。これから業界デビューするような人。その先は自分の力ですよ。可愛いとかそういう力だけど、間違いなく話とか、浮かぶもんね。一番今日初めてのお客さんは、初めて来た人、俺ねなんて、あなた何なのなんて言ったら、麻雀やるんですって、絶対さんまさんにも負けませんよ、みたいな。今度一回やろうかみたいな。ノリみたいのはすごい、いけるじゃないですか。これをね、俺びっくりしてね。でね、その子のこと気にしながら、麻雀負けたくねえと思ったら、知恵熱出ちゃって、またさ、また9度ぐらいまで熱上がってるわけですよ。で、最終的には自主的に脱衣麻雀を心がけてましたから、何にも勝てない。要するに、その子たちと組んでないですか。僕らはその、見えない、その、僕は、見えない、その、どっかにいる麻雀すごい強い人やってますから、俺は自分に気合入れるために、一回上がられるためにスパーが出てました。一枚一枚脱いでましたから、したら主催者の人にちょっと小言をいただきました。それはもう、本当に。一挙に光る深夜のバカ力。ファックス、バカード、ね、深夜の、バカードですけどね、神奈川県川崎市ペンネームもずく会場さんから来てるんですけど、伊集院さんのおじいちゃんの残した土地の写真をお願いしたいってことなんですけども、これはね、いい感じだと思いますよ。あと最近発覚したのは親父も捕まされてるらしいってのを発覚しましたから、なんかわかんないけど、どっか、会津かなんかに、道路ができるっていうね、いずれ道路ができるから、そこのところに土地を買えって言われて、買った方がいいですよって勧められて、買ったんだけれども、道路ができないっていうことで、最寄り駅なしっていう物件らしいんですよ。最寄り駅、最寄りバス、最寄り道路すべてなしっていう、どう言っていいのかわからないところに土地があるっていうのと、あとおじいちゃんの持ってる、縦の面積の方が広いっていう、まあまあ、なんつうのかな、原野っていうのかな。ある意味、おじいちゃんの土地頼んだら、あれだから、権利書になる可能性ありますね。カードに、いわゆるあれですか、本物の権利書を切ったやつ入ってもいいですけどね。そうしたら、また、価値も上がりますから、全部揃えると、原野の責任がお前のものにっていう、おじいちゃんの失態を、見知らぬおじいちゃんの、失態がお前のものにっていう。ちょいとした小銭の固定資産税もかかるぞっていうのが。埼玉県久喜市和製ジャンス。あ、これある。ゲームウェーブのロケ中に撮った雪中全裸写真っていう、あれですよ。先にこう言っちゃうと、これね、ルフできなくなるんですよ。ゲームウェーブのロケ中に撮りましたっていう、服を着て撮った写真を、後で、全裸風に、フォトショップで加工した写真でしょ？あれでしょ？なんか、ちょっともしかしたら、
ありえないでしょ、駅前でですよ、昼間ですよ、すっぱだかで写真を、それは俺もみんな騙せ、作り話に決まってるでしょ、写真はある、写真はあるけれども、それは作り話なんですよね。で、あとはどう見てもこれフォトショップじゃここ作れねえなみたいなことを言われる場合には、下に、エスパー清田くんによる念写ですって書いとけばエスパー清田くんだったら作れるっつうのあれもやれるから、それでいきますよね。あとはですね、他にもですね、これとかですね、あ、今読んだやつにも書いてありましたね。これね、近いのはレアカード、ペンネームもずく怪獣さん、レアカード伊集院さんのお腹の中の写真っていうことなんですけど、これ俺ね、ヘルニアの時の CT スキャンの MRI の写真あるんですよ。だけど、ああいうのの権利は誰のもの、カメラマンのもの、カメラマン真面目そうなインターンみたいなやつだったぞ、あれあいつのものなんでもくれたよ、その写真は。あれ俺の、のでいいよな、あれな。どうする、後からなんかこう鬼神っぽくなってて、途中でじゃあうち断念して鬼神っぽくなってて、あれはちょっと困るなみたいな言われたら、あるけどね、それはね、それちょっといいかもしれないですね。ということで、こういう伊集院光る深夜のバカード、バカカードね、欲しいというか、欲しいじゃねえや、こういう企画はどうですかという方いたらですね、ファックス番号東京 03-5562-954 で、東京 03-5562-954 でお待ちしております。ほんじゃですね、続いてのコーナーいきます。集え、ワコード深夜の歌声喫茶。リンゴの花心り、川もにかすみたち。はい、どうもお客様。喫茶獄中結婚の方にようこそ。まあ、あの、みんな仲良く仲間ということで、私、支配人の伊集院でございます。まあ、あの、歌声喫茶ということですから、今日ここに集まった仲間は、偶然の出会いではありますけれども、家族のようなものです。美味しい飲み物に舌包みを打って、そして、ほがらかに歌っていってください。どうぞよろしくお願いします。今日のあの喫茶お飲み物なんですけども、うちの自慢のコーヒーの方を切らしておりまして、ひげた醤油をお湯で飲んじゃって、どうぞ、はい、一人ずつ回してください。仲間ですからね、みんなね。あのヒゲタの濃い口になってますから、色的には多分かなり、コーヒーだと思い込むことが可能だと思いますから。マジ？なんだろう？とかのようなことの時なんだこれ？匂いだとか。カレーお前は。仲間だってんだお前は。だろう。仲間だから。こちらでございます。ミルク使う方いらっしゃいますか？いらっしゃらないですね。いやー、ということで今のがですね、今週で、昨日ですね、昨日の夕方6時からですね、久しぶりに店開けたってマスター言ってました。喫茶獄中結婚っていう、まあ歌声喫茶なんですけれども、できたのは、昭和二十何年、ゴジラの最初のをやった時だったんですけれども、ずーっと、もうこの物件は、あれだ、バブルの塩漬け物件だってみんな思ってたら、もういきなり空いてたんで、まあ、近所の人びっくりしたって言ってましたけども、その6時からやったんですけども、私もまた知恵熱出しましてですね、8度南部ぐらいあったんですけども、8度南部あったもんならマスターテンション高かったね。マスター、めちゃくちゃ美味しいコーヒー入れようって張り切ってたんだよ。おっちょこちょいだから。コーヒー買うの忘れちゃってて。しょうがないから、これでこれでって言うんで、冷えたの薄口醤油をお湯で割ったものを、みんなに配って。ね。で、みんなが、これ、ノリで飲まなきゃいけないのかなと思って、飲み始めたところで、ものすごく弾いてましたね、マスターね。それじゃあ、歌協力してもらって、嫌がらせかよ、みたいになってましたけど。まあ、このコーナーはですね、まあ、要するに、今、なんて言ったらいいか、出会い系サイトとカラオケが流行ってるってことは、両方合わせたものはなんだ？そう、それが歌声喫茶なのだ、というですね。ダイムから取材があったら、それを言う予定でですね。まあ、本当のところはみんなバカな歌だったら面白いんじゃねえのっていうだけで、始まったコーナーで、まあ、毎月
月ぐらいで歌をこう歌の曲名を変えて皆さんから歌詞カードを送ってもらってそれを歌集にして来た人に配って歌ってもらうということなんですが、そんじゃですねまずはですね、5コーラスぐらい歌とを聞いてもらいましょうかね。今回のーテーマ曲はアルプス一万尺ということで、こちらからいきましょう。ムードが見たくて夢中で火をつけお家が全焼エロジーポ Hey! ララ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 ラ今回、まあ、今年やばにこんなことだったんですけれども、まあ、皆さん聞いてわかる通り、聞きたいに聞きたいんだけれども、俺は歌唱力がないし、関係ないです。自分でテンション上げとけばいいみたいなところありますんで、使用いただいた方ですね、これアルプス一万尺ってのはもともとスイスの方の民謡なんですけれども、和訳の仕方がすごくたくさんあってですね、一人一人なんかこう、なんていうの、あれ歌詞違うなと思った方いると思うんですけれども、全国から集めてみました。東京都新宿区のペンネーム、ウルトラマンキラ太郎さんから、花子が食べないおじゃがで作ったコロッケパクつく後を書いて。彼は偉かったのはね、ラン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 、エロく脱ぎっとなんですよ。なぜかっていうとね、意味が関係ない。別に後を書いと、あそこを繋げがちなんですよ。繋げがちなんですけど、どうにかして繋げないことがすごく正しいですね。宮城県ペンネーム仙台駅西口修吾さんと、5文字部分は神奈川県横浜市のペンネームひげずら下柳さんに、いただきましたけど、でこぼこ道でアクセル全開、ゲロ収十万ラブワゴン、ヘイヘイなんですよ。ヘイな感じなんです、そこが。なんだらなんだらなんだら夢芝居。あのね、このね、5文字選ぶの大変。別に面白くないもん。別にその夢芝居っていう言葉自体は。ね。それからですね、何割と好きだったらこれですね。東京都本名 OK 森山雄心、神奈川県ペンネームジガンドウォッカー。狂気のトカレフ、東京湾に捨てたら出てきた女神様なんですよ。だからもうこれ足がつく絶対と思ってドボーンって捨てたら、そっから女神様、あなたが落としたトカレフはなんて言われて、やーべえと思うから、いや、普通のトカレフですよっつったら、三丁もらって、銀と金はそれぞれ違う事件で使われたやつなんですよ。これ、俺やってねえやつまでっていう。もう他のまった、もっとひどい事件で、単に恐喝で使っただけの普通のトカレフに対して、何人血吸ってきてんだよっていう金の。トカレフをもらっちゃったっていう、なんていうのかな、そういうスイスの伝説が入ってますから、それからですね、千葉県市川市ペンネームサラクールと富山県ペンネーム川田さん、川田さんの
油そばっていうとこは好きでしたね。今っていう今油そばのとこはすごく僕は好感度ありましたね。まあ昔のスイスのフレーミン用なんで油そばって言葉も入ってて全然おかしくないですけどね。ヌードが見たくて夢中で火をつけお家が全焼エロジッポーですよね。もうそのちょっとでも冷やすと冬ですからスイスは寒いですから、すぐエロジッポー元の服着た状態に戻っちゃうんで、じりじりやるわけですよ。それでいて、自分のジッポーをつけたままで温度を上げるまで大変だから、あ、じゃあここに、ここのところ火、この布に火つけて、その火で炙った方がつくなーなんてやってるうちに、まあカーテンですからね。それはメラメラ燃えちゃうなっていうことですよね。そして、宮城県ペンネーム仙台駅西口集合から、ラグビーボールの代わりに赤ちゃん泣かせてトライで8万点っていうね。まあなんていうんですか、もともとラグビーこういうルールだったっていうところですよね。で、あと、意外にのこの8万点って時の、へいって言っちゃうとなんとかなるっていうあたりをこう注意して和訳してもらうといいのはできると思いますんで、そしてここでお知らせしておきます。お知らせです。今週ですね、皆さんが作ってくれたですね、歌声喫茶獄中結婚、皆さんが集ってくれた獄中結婚なんですけども、残念ながら当局の指導で閉店っていう形になりました。で、その獄中結婚の跡地にですね、新しい歌声喫茶がまた開店するということなんで、オープンがですね、今週の日曜日、1月27日の日曜日の、夕方6時、場所はですね、獄中結婚と同じ TBS の中にあるスタジオですので、ここに、来てくれる人、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と意気込みを書いて、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字から、溢れるエネルギーを歌声にの係まで送ってください。で、歌声喫茶にお呼びする方は大体10人ぐらいなんですが、金曜日の夜7時から9時頃に、夜7時から9時頃に連絡を取ります。で、今回多かったんですが、非通知設定の電話を着信不可にしていると、こちらから電話をかけることができなくなってしまいますので、この時間だけでも OK にしておいてください。で、こういうふうに潰れても潰れてもまたね、経営者変わんねえで新しい名前になるようなところですから、もちろん飛ばし携帯でかけてますよ。だから、非通知に決まってるわけですよ。これ非通知だけ勘弁していただきたいと。それからあと自分は歌には自信はないけれども、スイスの民謡を日本語に訳すことに関してだけはパーフェクトだという方はですね、今日の要領でですね、どんどん歌詞を送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字から歌声喫茶歌詞募集の係までお待ちしております。伊集院光る深夜のバカ字から。欲しいカードのファックスいっぱい届いています。ペンネーム足立区、ここはグリーンスタジアム。日本放送不法侵入シリーズということなんですけども、これはね、実はね、この間写真を整理したらいいの出てきました。昔、日本放送主催でソニービルを使って俺の写真展をやった時に、もう全部決まって告知まで打ってから、下品極まりないっていう理由で、ソニービルから拒否された幻のセルフヌードっていうのがあって、それ日本放送の当時の有楽町の日本放送の玄関で、カバン一丁ですっぱだかで通勤風景みたいな撮ってんのがあるんですよ。あれ出てきたんですよ。白黒でいい感じなんですわ、これが。これはいけますね。それからですね、千葉県市川市ペンネームサラクル。各所に点在しているエロ本自販機の基地の写真。あ、そうか、場所とかも書いとけば、最近撤去されてないなとかっていう人がそこに行くとかもできますからね。それ行きたいですね。それから、あとはですね、レアであれとか入れようかな。あれ、マルベル堂の権利なのか。俺が19の時に撮ったプロマイドってあるけど、あれマルベル堂の権利だな、おそらく。あれはダメか。俺、落語家の頃の写真がほとんど残ってないんだよな。師匠に謝りに行けばあるかな。師匠に謝りに行けば一枚が撮ってる可能性あるんですけども、確か二十何日に日刊飛び切り落語会があるだろう。やめとく、やめときます、やめときますよ、やめときますよ、そうですね。あとは、俺思うんですけど、よく言われる、これ分かるようになると思うんですけど、アイコラの写真ってありますよね。あれとかで、インターネットとかで、こう、なんかこうアイコラ、広まる
涼子がとか書いてあって、広丸なんだよね、必ずね。広丸涼子が、なんと、ハレンチの姿にみたいなのがあって、で、それでこうやって、よし、見てみようってクリックして、うわ、見えた見えた、万歳万歳、ん？ダイヤル Q2 に繋がってるぞみたいなやつあるじゃないですか。あれの議論になるときによく、元々のヌードの体の人と首から上の人がいるわけじゃないですか。それはどっちが嫌なのかっていう議論になりますから、だからまずは、顔、ね、ヌード、ね、それからあと、女のすごい巨乳のヌードの顔とか何個かやってスタッフでじゃんけんで決めるわけですよ。そうすると何が一番負けた順に取っていくわけじゃないですか。負けた順に全員じゃなくて、そうすると何がきついんだろうっていうことが、顔がきついのか体がきついのか、もしくはリアルがきついのか、ありえないのがきついのか、それ全部わかるわけじゃないですか。そうすると結構いい感じのカードできますから、これやりたいですよね。ちなみに僕はどっちかというと巨乳の人のカードになりたいですよね。なんて言ったらいいですか、世界一の巨乳の人の、この間会った人ですけど、あの人の顔とかにぜひなりたいんですけど、あれ多分出演料とか高そうですからね。ファックス番号東京 03-5562-953 で、東京 03-5562-954 まで、まああまりにできそうにないやつはね、ちょっと考慮から外さん。だって、他の芸能人様とかが映っちゃうと、もうそれだけですごい権利とかいるでしょ？ね、それダメですからね。送ってください。待ってます。あなたの人生が変わるかもしれないとお思いでしょうが、砂を噛むような人生はこれっぽっちも変わりやしません。それはさておき、クイズズルオネア、司会の鈴木純です。今回出場の方はこの方、東京都にお住まいの伊集院光さんです。東京都から来ました、どうも伊集院光です。もし1000万取った時の、使い道なんですけれども、鈴木純さんの下半身が豊丸っていうアイコラを作りたいと思っています。で、もちろん伝説の人間発電所の中の一番いいシーンのラディッシュチャレンジの、ラディッシュチャレンジ中の鈴木純アナウンサーのやつを作って、全国に落として歩きたいと思ってますんで。でも1000万なんで、もしかしたらヘリから巻くみたいな、昔のスーパーのチラシみたいにヘリからドバーって巻くような形で頑張りたいと思ってます。ということで、このコーナーですね、伊集院光、今本当のクイズミリオネア出ました、100万円という額をいただきました。それはね、100万円という額はすごいですから、当然ね、ありがとうございますですけども、1000万欲しかったね。ね、まあ、100万円ただでいただいてるわけですから、それと、あと最近僕らの流行りの中では、スタッフ間で、カードゲームのクイズミリオネアをやるんですけれども、これがもう僕の得意な問題を多分ね、わざと捨てられてるんですよ。なんか俺の全然知らないような地理の問題とかばっかり出ますんで、僕のこう、得意な問題をみんなから募集して、ズルして、そればっかり出して、俺がいいところを見せるコーナーってことで、皆さんからクイズをいただいてます。で、それじゃ早速ですね、今週もいっぱいクイズ来てますんで、チャレンジしたいと思います。まずは東京都清瀬市141からのこのクイズです。まずは、1万円の問題。昨年、メジャーリーグシアトルマリナーズで大活躍した日本人外野手といえば誰？ A、イチロー。あり得るね。B、吉郎。あ。C、早漏。D、乳首舐めさせろ。ああ、舐めさせろか。舐めさせろ。ちょっと待って。名字は鈴木なんだよね。鈴木だから。ライトフィールダー。乳首舐めさせろ。鈴木違うんだな、ね。A の一郎。ファイナルアンサー？いや、ちょっと待って。一郎の方が言ったのか。A の一郎、ファイナルアンサー。やべ、ドキドキする、すげえ。やべ。正解。よし来た。
田村ディレクター引っ張りすぎ。引っ張りすぎ。最初の問題簡単だから。続いての問題は北海道札幌市ペンネーム大東京。2万円の問題。落ち着け落ち着け落ち着け。アメリカのブッシュ大統領が先日自宅でフットボールの試合を観戦中に誤って喉に詰まらせたものと言ったら何？A. プレッツェル。 B. こんにゃく畑。 C. うまい棒サラミ味。 D. ねるねるねるね。ねるねるねるねはね、つまらないんだよね。あれは絶対、だってデロリとしてるやつだから、あれはこれ棒でこうやってる、棒が詰まったのか、棒が詰まったのか、棒、あ、そっか、あるな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと想像してみよう。おフットボールナイスゲームナイスゲームナイスゲーム、ヘイヘイ、メロン、はあ、赤ちゃんが真っ青な顔をしてるから、こんにゃく畑か、ちょっと待って。俺確かにアメリカ行ったばかりだからアメリカのもんで得意だと思ってこれ作ってもらう嬉しいんです。 A のプレッツェル。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。うまい棒サラミ味に限定してるとこがくせえんだよな。正解。おしゃ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 。2万来た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 。これドロップアウトできるの。ドロップアウトは出た。ゼロネはドロップアウトなしルールなの。ドロップアウトだけないですから。続いて、千葉県市川市ペンネームピッケル自慢さんからの問題。落ち着けよマジで。3万円の問題。よし来い。得意なやつ。東京都荒川区に建てられた荒川区民会館、現在の名称は何？地元問題来た地元問題来た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 。 A. サンパール荒川。 B.超巨大要塞荒川。C. 荒川取らず刑務所。D. 第二国連ビル。名乗ってんだ名乗ってんだ勝手に勝手に名乗ってんだ。昔よくドリフ来たんだよな。ドリフ来たんだよ。で名前変わったらも覚えてんだよね。まあみんなはこんな難しい問題が3万でおかしいと思ってるかもしれないけど、俺のと地元だから荒川ね。でもう2つに絞られてるんですよ完全に。あのね、形を大体思い浮かべられれば大丈夫なんですよ。上に6機の砲台がついてるでしょ。それでいて3階部分から重戦車の空飛ぶやつがバンバン出てきてるでしょ。 OK! A! サンパール荒川。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。よしよし来い。正解。よっしゃ。こういう問題が大事なんです。要するにみんなにとっては常識じゃないから、これ当てると伊集院すげえじゃんっていうのになるから、こういうのでどんどん言っていただきたい。じゃあ続いて栃木県曇りガラス。5万円の問題。タレントの伊集院光さんの本名はどれ？きた！俺問題！俺問題！よし！よし！ A. 篠岡健。 B.伊集院 J 光。 C ガス山草漏れ。いいな。 D 伊賀槌奈美子。ガス山草漏れいいな。いけね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 いいなじゃないでしょこれ。いいなじゃないでしょ。本名でしょ本名でしょ。ちょっと待ってこれ今の、それとも養子に入る前、養子に入る前なら伊賀槌奈美子ですげえ歌とか歌ってたけど、今のね。 A 篠岡健。ファイナルアンサー。ちょっと待って。待って待って、それは待って、そんなのすぐにファイナルアンサーで5万来てるから、5万来てるからここで落ち着かなきゃダメだから。伊賀槌奈美子で活動した時代はすっごい短くて、テレビにおもちゃにされていつの間にかいなくなってるから。よし A で行こう。 A で A の篠岡健。ファイナルアンサーソシアルダンサー。ソシアルダンサーの方だからね、全然ね、いや全然これ変えられるからね、まだ変えられるからね、変えられるからね。ちょっと待って、伊賀槌奈美子はもういいよ。 A の篠岡健。ファイナルアンサー。正解。よし来た。
いや、ここで10万円乗せとかなきゃいけないんですよ。ここで10万円乗せるところでみんな泡食っちゃうんですよ。でいて、まだ俺ライフライン全然使ってないからね。ライフライン3種類あれば全然使ってないからね。2000っていうものすげえ量抗体が増えるやつ、まだ使ってないし。使ってないでしょ、まだ、あと。ね。あと、それからあと、実家にテレフォンもまだ使ってないからね。寝てるし、親とか。親とか寝てるから。で、最後の脅迫もまだ使ってないから。これ三つとも残したまま今抜けてきてるからね。よし、来た。じゃあ、埼玉県ペンネームラッキーゾーン復活。10万円の問題。来たぞ。漫画、明日のジョーで、主人公、矢吹ジョーがするスポーツは何？簡単。A、ボクシング。B、うどんフードバトル。C、電流イライラ棒。D、おっぱいの見せっこ。ちょっと考えさせてください。これ時間無制限ですもんね。これ時間無制限で、ある程度コーナーの時間がなくなったらわざと間違えればいいですもんね。ちょっと待って、あのシーンを覚えてるから、生き石のシーンを覚えてるから、ジョーが手前に倒れてて、なんかそびえ立ってるすげえなんかこう聞き迫る生き石がいて、おっぱいは出てたな。グローブつけてる上におっぱい出てたらどっちかか。え、マンモス西がうどん出すシーンってあったよね。まだ2時12分だから A のボクシング。ファイナルアンサー。この辺がやばい、絶対やばい。正解。よし。トントン拍子でいきますよ。板橋区ペンネームランドセルおじさん。15万円の問題。毎年夏に甲子園球場で開催される全国規模の大会といえば何？A、全国高等学校野球選手権。 B、出場停止高校対抗裏甲子園。ああ、これは PL が優勝したやつな。 C、 全員野球パジャマ着用、男だらけのパジャマパーティー。 D、 土手で草野球をしていると現れる赤ら顔の人限定、自称阪神巨人 OB 戦。これかな、結構な人数いるからな。俺は俺なんで入ったばかりの川上カーブしてたんだよみたいな話いるかな。ただね、あれなんですよ、思い出せばいいんですよ。熱湯甲子園ってあるじゃないですか。あれのこうにこう泣いてる人が出てくるじゃないですか、いっぱい。で、なんで泣いてるのかって言ったら、それはおじさんが職を失って泣いてるわけですよ。それ絶対どう考えても、それ以外泣くようなことがないから、おじさんが、すいません、あれ、あのライフラインのあれ使っていいですか、テレパシー。もも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 25万円 OK、 いきます。横浜市ペンネームラジコンさん、次は25万です。25万円の問題。人気ゲームグランツーリスモ。ゲーム OK。 さて、これはどんなゲーム？ A、 自動車シミュレーション。 B、 カメレース。C、 持ち水選手育成シミュレーション。 D、 自動車解体をモチーフにしたポンコツカー圧縮パズル。はい、もうあれだよね、行政で定められた参拝区間にどれだけきちんとぎっちり入るかってやつでしょ。あれでしょ、行政でちゃんと届け出してる
ていうか土とかかぶしてれば分かんねえみたいな面もあるやつだよねあれね。でもそれは名前が違った。それはドラクエ6だからそれは。だから A の自動車シミュレーション。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーで。正解。よしよしよし、来た来た来た。50万いただけたら、いただけたら、こ次50万でしょ、もう50万いただけたらこういろいろ買えるじゃん。よし、ちょうかなこれ、厚木市ペンネーム刃物ハモさん、はいよ、50万円の問題。はい、俺の得意なの来て。人気アニメドラえもんに登場する空を飛ぶための道具といえば、よしよし、映画も見た、映画も見た。A タケコプター、 B 軍用ヘリコプターアパッチ、映画ですかな、 C 飛んでるつもり雨、 D スチュワーデスパブ。 C の飛んでるつもり雨。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、よし来い来い、見た、絶対見た、絶対見た。のび太くんが空飛びたいんだよ。じゃあこれでも舐めろよ。鳥が周りに、よし今のうちに金目のものザク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 、スネ夫遊んでくれよ。アドバルにぶつかっちゃう、甘い、残念。引っ掛け。あ、そっか、飛んでるつもり雨は飛んでない。空を飛ぶ道具、ある意味飛んでるけど空を飛ぶ道具じゃないわあれ。あの飛んでるつもり雨だって未来の道具じゃないもん。違法なマーケットではもう売ってる可能性あるもんあれ、未来の道具。ああ、それか。ああ、答えはあれか、スチュワーデスパブか。すいませんでした。ほんで、なんか、もう、ちょっと調子乗りすぎたんで、今週の問題ちょっと無駄になっちゃったんですが、来週こそは、頑張って、1000万いきますんで、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ力、あなたの人生を変えるかもしれない。なんていう期待を抱いてきても、変わらないよ。毎日毎日ハンデ押したような、しかも、セピアロの人生が待ってるさ。それはさておいてクイズするおねや。問題作成の係まで送ってください。お待ちしております。曲、真心ブラザーズ、明日はどっちだ。OK、 僕聞きましたよ。伊集院さん、いつも楽しくラジオ聞いてますと。ところでバカードの話ありますが、企画通るかどうか分かりませんが、アイコラは協力できます。僕は職人なので女の子しか作りませんが、腕には自信があります。これはでかいですよ。すぐに見せることはできませんが、ねえ、これは、サイトも持ってます。なるほど、条件としては僕は伊集院さんの画像や背景となる、画面を、画像を持ったようで提供してほしいということ。いいですねこれね。それから、全然間違ってました僕。4分の3やってるのは川口海士さんじゃなくて本間龍先生、違う人だってことです。僕今まで川口海士さんだと思ってましたね。じゃあすいませんけど、じゃあ川口海士だったことに変えることはできないですかね。間違いを認めたくないんで、すいません、申し訳ないです。これね、川口氏のカレー丼じゃが抜きさんからいただきました、ね、それではここで皆さん、もしかしたら情報の早い人はもう聞いてるから、知ってるから、それではもうチケットを買っている人も、先行予約販売で買ってる人もいるかもしれないな、イベントのお知らせだ。ライブ954ラジオチルドレン深夜の逆襲というイベントがですね、3月3日横浜アリーナで、TBS ラジオ深夜ゾーンのパーソナリティ一同返す形で行われます。これがね、3月3日がたまたま日曜日でですね、昼の僕レギュラー番組入ってるんで行けない。あー残念と思ったら大どんでん返し、遅れていいから来ていいっていうことでですね、あー嬉しいなー、出たか、もう
え、今のはもちろんキスですよ。キスですよ。これを企画してくださった皆さんに対するチッスですよ。ね。ベーゼでございますよ。ということで、日時がですね、3月3日日曜日の、4時開演の、4時会場の、夕方5時開演っていうことなんですよ。ただ僕はもうラジオやってから行きますから、もし渋滞に巻き込まれた場合とかは、残念ながらこれはもうしょうがないことになるわけなんですけれども、渋滞がなければいいな。こればっかりは期待している人をがっかりさせる可能性がありますから。でですね、出ることになりましたので、それはもう諦めました。それではですね、すごいんだから、場所がね、横浜アリーナ。俺間違えちゃうかもしれない。覚えられないから、横浜アリーナっていうのは。もしかしたら僕だけ焼津魚センターの方に行ってしまって、おっとっとってことは、お魚だけにねえ、そういうことがある可能性もありますけれども、これ出演者がすごいです。今井絵理子師匠。ねえ、それから、タンポポの皆さん。それから、ゴスペラーズ。それから、松岡彩さん。でして、爆笑問題。まあ、これ松浦彩さん。爆笑問題。小高井和樹さん。関根勤さん。極楽とんぼ。アリトキリス。キャイン。という形なんですけども、これがですね、僕が考えたんですよ。ここに順位から出てくるわけなんですけども、これね、入場料4000円ですよ。ね。で、今度の土曜日、1月26日にチケットピア、ローソンチケット、CA のプレイガイド、それから E プラスというところで発売するらしいんですけども、僕ね、考えたんですよ。あのね、4000円取るからには、4000円分のものを見せなければいけないんです。そこはちゃんとみんな真摯に考えなきゃいけないわけですよ。ね、要するに、まあなんか、なんとなくラジオがみんなの人が集まったら面白いなとかっていうんで、何をやるかも決めずに、なんか、正月に新聞を見たら、俺の写真も載ってる上に、あれこれ、チケット売るって書いてあるぞみたいなことは、ダメなんです。そんなことはありませんでしたよ、もちろん。ケツを書いて、コーゼルワタフンが電話かかってきたなんてことはなかったです。一切なかったですよ。それはなかったんですけども、考えてみてくださいよ。ね。まず、タンポポ。タンポポのライブって言ったら今いくら撮りますかって話ですよ。普通に見たら。で、しかも、これ、ここだけの話ね、世の中には悪いことがあるもんで、例えばダフ屋さんが出ちゃったってこれ何倍もの金額がつくわけじゃないですか。そう考えると、この時間は短くても多分タンポポが出るっていうだけで、2000円の価値はもうあるわけです。ね。で、タンポポ2000円の価値があるってことは、これ松浦彩ちゃんも当然2000円ぐらいの価値ありますね、これね。変な話。短く出てくるのか分かんない。どれぐらい出るのか僕は知りませんけど。で、今井絵理子さん。今井絵理子さんなんつったらもう見たいでしょ今井絵理子さんのハートにタッチですよ、皆さん。もうある意味ね。ね、そういう意味じゃあ、これもう、あなたと今井絵理子さん、あなたがもうある意味、今井さんが来るってことは、もうあなたがスピードですよ。スピードかマックスですよ。わからないんでぼかしときますけども、そのどっちかですよ。これが2000円分あるわけですよ。ほいでいて、まあ、お笑いのみんなは少なくとも1000円や1500円の価値はみんなバンバンあるわけですから、そうやって考えていくと、合計で1万円ぐらい価値のあるライブになってるわけですよ。ですから4000円で見せてるってことは、僕はマイナス6000円の価値をつけなきゃいけないんですよ。うまく価値をドスンって落として、あいつも、帰れよっていう状況に、もうみんなから、てめえ見に来たんじゃねえよ、俺、ブタクラっていう、金返せ、もう横浜アリーナがぐらぐら揺れるぐらいの、もうなんつうの、重低音バズーカですよ。ね。伊集院帰れよな、なーつって。そういうのを巻き起こしておかないと、ライブのこのチケットが適正価格にならないんですよ。どうぞこの僕の意気込みを指してですね。まあ皆さんはチケットを買い逃す可能性もありますけれども、ぜひですね、4000円、俺はもう、4000円なんていうのは、俺にしてみれば、もう本当に、大した金じゃないっていうね、そういう人がいましたらですね、今度の土曜日1月26日にですね、チケットピア、ローソンチケット、CN プレイガイド、E プラスにてですね、チケットが発売されますんでですね、ぜひぜひですね、皆さん、買ってください。ただですね、チケットが買えなかったからといってですね、わらばんしにですね、チケットって書いたやつでは多分入れませんから、それをやって泣き叫んでも入れるとこが別になる可能性がありますので、基本的にこのメンバーが好きだから見に行こうっていう人がいたらですね、買ってください。よろしく。一応に光る深夜のバカ力。ミスチョイ。ああ、我が人生に悔いあり。まあ、人生各所にこう選択肢が出ます、ね、あの時あっちを選んでなければ、ね、今頃僕はどうなったんだろう、ね、
あの時あっちを選んでいたから今現在僕の神様はあの人だけれども、もし違う方を選んでたら人魚と結婚した可能性がある。そんなリアルなシミュレーションをあなた頭の中でしたことはありませんか？そんなことをみんなで振り返ってみる、今振り返ってみるコーナー、ミスチョイです。で、まあ最初に軽い告知から始まったんで、そんなに書き方が統一されてなかったもんですから、ある程度僕のが例題を言わなきゃならないと思うんですけども、ある意味サウンドノベルみたいなもんですよ。サウンドノベルね、ここでどうするかね、雨宿りしていくのか前にある洋館に入るのかっていうね、そういうのを自分で選んで選び損なうと後から出るべき選択肢が出なかったりするわけですよ。まあね、僕がね、このゲームの主人公は僕ですよ。お蔵出しいきますよ。かなりいいやつ出しますよ。僕がね、中学校のね、1年生か2年生ぐらいの頃なんですけどもね、その頃ね、僕はね、エロカセットっていうのが大好きだったんですよ。エロカセットっていうメディアを、皆さん若い衆はご存知ないと思うんですけど、要するに、家庭にラジカセが入ってきて、でもまだビデオは入ってきてないっていう、なんていうのかな、時代の隙間みたいなところに出たもんで、なんていうのかな、エッチな AV とかの音声のみが、カセットテープに入ってるやつで、それ単体でも売ってたし、あとエッチな本のおまけについてたりとかしてたんですよ。で、それをいつも僕はすごく集めてたんですけど、集めてるというか買ってたんですけれども、なんて言ったらいいのかな、専門用語、学術的な用語で言うと、エロくならないように学術的な用語で言うと、そのカセットに何が入ったかっていうと、アヘ声が、延々とアヘ声が入ってたわけですよ。ほんで、僕はどれぐらい通だったかっていうと、近所のそのエッチな本を売っているお店、エッチな本って言っても僕今中1って言ってますから、それはエッチって言ってもそんなにエッチじゃない、マイチングマチコ先生クラスですよ。ね、かなりマイチングですけども、まあ大丈夫なやつですよ。で、そこの前を通るだけで、奥にいる、倫理度外視、商業バンバンの親父が、田中くんって名前知られてるんですよ、もう。ねえ、田中くん、新しいの入ってるから。って言われるぐらいに、もうそのカセットを集めていたんですけども、ただまあここまでお聞きになって皆さんは、なんていうんですかね、伊集院光さん少年時代、変の字と体の字をうまく合体させたやつだ、まあ変態だと思うかもしれませんけど、そういうのは変態はね、自分で思ってるほど自分の変態とか分かってませんから、僕はエロカセをそんなに集めてるにもかかわらず、下着ってあるじゃないですか。女性の下着とかに興奮するのは変態だと思ってたんですよ。ね。今では両方とも仲間だってことにかなりなってるんですけども、当時はなんか僕の倫理規定で、そして女性の下着とかに興奮してるようになったら、俺のエロももうダメな域に入ると思ってて、まあ、悲願なエロ風を聞いていたわけですけども、ある日その、トラ君新しいエロ風入ったよって言われて、本を買ったんですよ。したら、家に帰って、もう本なんかどうでもいいんですよ、僕ね。エロカセですから。本なんていうのはそこに映っている女以上に綺麗なことはないですけど、エロカセを聞いて想像するってことを考えると、もう絶世の美女が、もうアイドルで言えば堀越のりクラスの美女が、押していますけども、押していますけども、まあ誰でもアイドルなんか比べ物ないぐらいの美女が出るわけですから、僕はそのカセットケースをパカッと開けたんですよ。中にエロカセが入ってないで、パンテーが入ってるんですよ。で、よく見たら、おっさんが勝手にエロカスだと思ってただけで、パンティープレゼントなんですよ。その、ついてるやつがおまけで。そこから伊集院光はね、もう、苦悩をするわけです。当然、田中少年は。ああ、これでは僕は変態になってしまう。エロカセだったらば健全なのに、下着を持ってると俺は変態、これその時マジでビビって、これを誰かに見られたりとかしたら、家で隠してても見られたりとかしたら、俺はもう絶対人から信用されないと思ってて、夜に捨てに行こうと思ってポケットに入れたりして、5歩ぐらい家から出るんだけど、ここで職務質問とかされたら、俺の人生終わるとか思ってるから、もうそう、何歩か出ては戻ってきて、置いてあるっていう状況なんですよ。で、そのエロ本の隠し場所だった頃にしたら、ある日うちのお袋が、うちのお袋、エロ本に関しては僕まだ中1ですから、検察ですよね。検察がね、入ったんです、ガサに。令状を持って。家帰ってきたら、昼過ぎ家帰ってきたら、ケンちゃんと。ね、僕の本名のケンちゃんと。あなたいかがわしい本を隠してるって話になるわけですよ。まあ多分母の会あたりで、またなんか言われてきたんでしょうね。で、いかがわしい本をあなた隠してると。で、今日出しなさいみたいな話なんですよ。もうその時には、僕のはもう随分手入れは食らってましたんで、それはしょうがないんですけど、ただ問題は、引き出しを開けると、そこには、いかがわしい本の他に、下着が入ってるんですよ。
女性もんの下着が。で、これを見られたら、俺は終わるって思いながら、お袋に、いや、いいから後で持ってくんで、いいじゃん、みたいな話してた。最初は隠してないって言ったんだけど、隠してるって話になって。そういや、隠してるってか、持ってはいるけど、後で持ってくからいいじゃんって話したら、いや、今すぐ出しなさいって、ね。で、だからいいじゃん。もう別にそんなさ、持ってんの分かってんだったらそんなに前でさ、恥かかさなくてもいいじゃん。まあ、内弁慶ぶりの大発見ですよ。だからさ、つってんだけど、お袋はその日にかけてものすごく怒るんですよ。で、これはやばいわ。お袋の前でこのまま開けたら、俺は、お袋から、ママンから、もう無償の愛をいただけないって感じたわけですよ。でいて、パニックになった僕のところに選択肢が3つ出たんです。1番はですね、いち早く部屋からお袋に出て行ってもらうために、母親に向かって無数のエロ本を投げつけるってのがあるんですよ。2番、見よう見真似のマジックにチャレンジして、一瞬にして鳩に変えるんですよ、下着を。これもできたはずなんですよ。で、3番、で、牛歩戦術ってやり方ありますから、ずーっとごねた上に、引き出しを開けないで隙間から出てるようなやつだけをゆっくり渡していけば、お袋飯の時間だからみたいで買えるだろうみたいな、3個の選択肢が出たんですよ。で、一応まあ攻略のヒントになると思うんですけど、皆さんも同じようなことがあった時に、僕が選んだのはですね、1番、お袋にエロ本を投げつけるっていうのを、突然私切れまして、そんなに子供の隠してる方が見たかったら見りゃいいじゃねえかよって。で、これも本当のテンションじゃないですよ。無理なテンションなんですけど、一冊お袋にバンバンエロ本投げてるうちに、ボロボロ涙が出てきまして、バンバン泣いたりしたら、見たらお袋も泣いてんですよ。切られてるから。お袋が、エロ本数冊の、お袋の体にバサーッと当たったようなのが足元にバサーッと起こったりして。ただまあ、この選択が良かったらしいんですよね。お袋がもういいって言って下に行っちゃったんですよ。それでまあその夜に僕は、もうこれは呪われた下着のせいで、僕はこんなことになってしまったと。あの下着さえ手に入れば良かったんだ。今日こそ捨てに行こうと思ったんですよ。本当にこれ全部実はなんですけど、で、夜中の1時ぐらいですかね、もうみんなが寝静まった時に、もうポケットに、こう、エロ本を、下着を、ギューッと握りしめて入れて、で、家の門みたいのがあるところに自転車が止めてあったから、それを開けると門開いたのが分かるから、それが嫌だと思って下タタタタって出てって、で、家の近くに捨てるのは危ないと思って、うちから歩いて20分ぐらい行くと荒川土手があるんだけど、土手の方にタッタッタッと歩いてったのよ。で、土手で捨てようと思ったら、土手に行く途中であんなにお袋が怒ってたっていうのはもう見たのかなっていう気になってきたら、頭の中パニックになっちゃって、そうか、お袋がいつもより怒ってたのは、俺がもうあんな可愛かったケンちゃんがその変態にもうなってるっていうのが分かってるからなのかと思ったら、パニックになっちゃって、その先のことあんまよく覚えてないんだけど、ずーっと歩いてて明け方になったら、気がついたら埼玉県の川口っていうところにいたんですよ。僕本当にそれで今でも忘れないんですけど、こうなんていうの、坂の向こうの方から小さく、もう7時8時ぐらいになったのかな、8時ぐらいになったのかな、小さくね、清掃局の車が通るの来るのが分かって、ふってみたら横にポリバケツがあって、はっと思ってそこにガッて入れて、その清掃局のやつが持ってって、はぁーよかったと思いながら、まあ、そのまま3日ぐらい家ではしたんですけど、でもなんか何事もなく終わったんですけど、あの時に他の手を使ったらどうなってたかっていうのを今でも思うんですよね。牛歩戦術が一番正しかったような気もするんですよ。っていうか、それからお袋と長くしっくりいかなかったですから、鳩にチャレンジして、うまくこうなんか、その、左手に持ってる両方に視線を移してる間に、右手のところにスッて隠して、パーって鳩に変えちゃえばいいんだけど、鳩仕込んでなかったから、変わんなかったっていうのだけわかるんですよ。こういう感じの皆さんお話をいただきたいんですけど、いくつかいただいた中から、そのいい感じのものをちょっとリライトって言うんですけど、形式をこう揃えましたんで、それちょっと聞いてもらいたいと思います。そんじゃですね、一つはですね、これから行きましょうかね。埼玉市ペンネームフェルマーの小定理。主人公の僕が小学校5年生だった時、これ決まりで書き出しにしますわ。ね。それまで悪いことをして怒られたこともなく、良いことをして褒められたこともなかったというのに、ある日突然、犯罪の計画がひらめきました。その犯罪とは、窃盗です。
ターゲットはお菓子でも少年ジャンプでも親の金でもなく、行きつけの床屋さんの本棚にあった週刊大衆でした。自らエロ本を買う勇気なんかなかった。チンゲ夜明け前の僕にとって、チンゲ夜明け前にとっての週刊大衆はかなりいいとこありますからね。絶対ね。床屋さんの待ち時間に週刊大衆を読むことが桃源郷でした。が、床屋さんに行く回数なんていうものは限られていますし、次に髪の毛が伸びた頃には読みかけの連載エロ小説の載っている号は捨てられていて、秘書ユキコの運命はいつもわからないままになっています。そうですよね。もうこうなったら週刊大衆を盗むほかないのです。これも追い詰められますから。床屋さんの親父に名前を呼ばれ、この先は髪の毛を切って帰るだけ。今回も週刊大衆は読みかけ、その時にこんな選択肢が出ました。1番、読みかけの週刊大衆をトレーナーの中に隠して髪の毛を切ってもらう。2番、お気に入りのページだけを切り取ってポケットに隠して髪の毛を切ってもらう。3番、真正面から親父に週刊大衆を売ってくれ頼み。交換条件にプラス2000円なりのパーマを当ててもらう。だってこの頃床屋さん代はお母さんが持ってますから、この2000円は痛くないわけですから、3つの選択肢あるわけですね。攻略のヒント、その後のことは攻略のヒントで皆さんお願いします。攻略のヒント、僕は1を選び、読みかけの週刊大衆をトレーナーの中に隠して切っていく。しかも成功。週刊大衆は無事ゲットしました。ですが、あれから月日が経ち、二十歳の僕の取り柄は、せめて犯罪だけは犯さないということなのに、そのことを考えるために唯一の汚点のことが夢にまで出てきます。あれで正しかったんでしょうか。なるほどね。ただね、これね、僕はまだこのゲームをプレイしてませんから何とも言えませんけど、例えば3番の真正面から親父に週刊大賞を売ってくれ頼む代わりにパーマっていうやつだと、このね、小学生はね、パーマを喜びますよね、かなり。かなりパーマってものに食らいつきますから、パーマ、パーマみたいなのをこの当時だと言われてるわけですよ。あとなんか、あだ名ももじゃとかになっていくわけじゃないですか。それがこう、与えるダメージみたいなものの大きさを考えると、もしかしたら良かったのかもしれないですよね。だって、親父だって、そういう交換条件ならちょっとでも金かかるパーマっていうことで、おそらくね、パンチにしてると思うんですよ。子供でいつもの切り方からちょっと伸びたぐらいでいきますから、パンチでかなりクリンクリンにしてるでしょ。そうなるとね、小学生の頃から、なんか必ずこう、おいお前、あれだよ、北島三郎の歌歌えよみたいな話になりますから、それちょっときついと思うんですよね。あと、お気に入りのページだけを切り取ってポケットに隠して髪の毛を切ってもらう。これもあるんですけど、ビリって音はしますから、ここで捕まった時は相当恥ずかしい思いになりますから、もしくは、お腹の下に隠してて、このままゲットしましたけど、ポケットからちょっとはみ出てたなんてことになった場合には、半分切ったところで怒られたりしますからね、すごい怒られたりしますから、そうするとジェロニモって話題になったりしますんで、それ考えるとこれはまあまあナイスチョイスだったのかなと思いますけどね。続いてはですね、こちらですね、北海道札幌市ペンネーム小林誠。主人公の僕は小学校6年生の頃、ある日の給食の時間、S 君の自慢話がクラスを沸かせました。その内容は、学校の帰り道にあるお金持ちの家のシェパードにいたずらしたら手を噛まれてしまった。ところが、数時間後、お金持ちの飼い主が見たこともないケーキと、図書券2万円分を持って謝りに来た。ノートに見たこともないようなケーキの絵を描きながら、中くらいの絆創膏しか貼られていない右手を見せびらかす S 君の姿を見ながら、僕はドキドキしていました。今考えれば単なる当たり屋のヨタ話なのですが、当時の僕には冒険者が危機を乗り越え、海の向こうから宝箱、かっこ見たこともないケーキが入っているを持ってきた英雄伝説に聞こえたのです。僕もアメリカンドリームの実現者になりたい。学校帰りにお小遣いの残りで、豚肉を買いました。あとはこれね、もともと中身長いんだけど、いい文章だね。これがまた、学校帰りにお小遣いの残りで豚肉を買いました。あとは冒険を開始するのみです。その時こんな選択肢が出ました。1番、2時間の間練りに練った作戦を実行。豚肉でシェパードをおびき出し、あんまり痛くないように噛まれてみる。2番、ふと考えたら痛いのは絶対嫌だ。赤マジックかなんかで腕に傷を描いて、噛まれた噛まれたと泣き叫んでみる。3番、突然怖くなってきてやめる。これなんですけども、攻略のヒント、
僕は寸前まで1を選んでいました。実行ですね。犬を目の前にして一旦公園に戻り2に変更しました。狂言です。しかし再び犬へ向かう途中で3を結局選びました。怖くなってきてやめた。しょんぼりと家に帰ると母親が落ち込みながら右手に豚肉を持って帰ってきた僕を心配そうに見つめその豚肉はどうしたのと聞いてきたのでどうしても食べたかったからお小遣いで買ったと言いました。母親がその豚肉でお好み焼きを作ってくれたのを覚えています。いいね。来週 BGM はつけたいね。 BGM はこれいい話多くなりますから、まあ、要はあの選び方としてはあの時なんであんな選択しちゃったんだろうっていうところを思い出していくと、いいものが心の中湧いてくる可能性がありますんで、僕もね、あの時なんで母親にエロ本をぶつけたのか全然わからないんですよ。あの時は。多分ね、その時はね、選択肢が出てるのも見逃してると思うんですよ。急ぎすぎで。ね、皆さんのですね、そういったこう人生のですね、分岐点ですね、ミスチョイを犯してしまったかもしれない、ミスチョイスを犯してしまったかもしれない分岐点、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ力からミスチョイの光まで送ってください。伊集院光る深夜のバカ力。見てるだけで切なくなるようなシーン、ね、切り取ってみたらまた泣きたくなるだろうなっていうようなシーンをこう皆さんから送っていただいてる。切ねえな、切ねえとか悲しいとかじゃない、なんかこうちょっと苦笑いのような半泣きのような顔で切ねえなっていう時の情景を皆さんに書いて送ってもらっているコーナーです。そんじゃですね、せずね1号のハガキをいきましょうかね。それじゃあですね、これからいきましょうかね。僕の無駄な命さんから来たせずね。写真屋さんの店頭ディスプレイされている家族写真を見つめ続けるお家がない感じのおじさん。なんかね、校内に残っている人は早く学校に家に帰りましょうっていう感じになりますね、やっぱりね。なんかセピア色な感じすごくしますもんね。またその写真はさ、おそらくこう想像で広げるしかないんだけどさ、実際におじさんの写真ではないね。で、しかも実際のおじさんの家族は、子供は、普通大体あんのって七五三とのなんかうまいタイミングに合ってて、女の子が晴れ着で、男の子がなんか大人になったら絶対着ることがないんだから、半ズボンの背広みたいなの着てるでしょ大人絶対着ないんだけど。で、あれのなんか千歳飴持ってたりして、でいて、そのお母さんとお父さんが写ってるようなやつでしょ。で、多分今は、その、実際のおじさんの子供は、おそらく高校生ぐらいになったりするんだと思うんですけどもね。で、それなんかおじさんがこう、ずーっと見てんな、あのおじさんっていう感じですよね。それが僕は、いいなと思いましたんで。じゃあ続いてはですね、そうですね、行きましょうかね。ペンネーム、化身所沢さんからの説明です。老朽したアパート、ドアというドアが板で罰印に塞がれている。一つだけ塞がれてはいないドア、裏に回ると靴下が干してある。いる新宿の地上げがすごかった頃、
結構あったね、こういう風景ね。絶対的にもう取り壊し決まってんだろって言うんだけど、いるっていう感じのやつありましたね。こういうのはちゃんと写真撮っとかなきゃいけないよな。で、最後、なんかさ、しばらくして通るとさ、もう例えばしばらくどころか、一週間とかしか経ってないのに、全部さら地になってる時あるでしょ。はぁ、早っていう、あのおじさんだけだったんだ。おじさんかどうかわかんないけど、それが家族っぽいと思うときついね。なんかこう、いくつか、パンツとかも全部含めて家族っぽいとちょっときついですね。続いてペンネーム携帯が鳴らなくてさんからのせずね。町おこしのイベント、フードバトル、義務感で参加している食の細い男たち。口パンパンに膨らんでる。イメージは給食全部食べないと帰っちゃダメって言われてるやつのイメージのやつが何度もえずいてんだよね。もうでまたさ、ただパクってフードバトルやってるからさ、時間設定とか間違ってるからさ、えらいもう全然食べられなくなってからえらい時間経ってるからさ、もうみんな頑張れとかも言ってないね。もう全然言ってなくて、やばいっていう雰囲気と、たまに、っていう感じの、涙目の、いい感じ。またさ、そのさ、割とこう、その、村おこし、町おこしをやるぐらいだから、割と若者は出てっちゃったりしてるから、村の青年団って言ったところで、割ともう38ぐらいの人がいるもんだから、それが全員、なんとか温泉郷って書いてる発表を着たまま、ってなってる感じの、無言でさ、顔の前で手をさ、もうダメっていう感じでパタ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 やってるやつとかいてさ、すげえやだろうな。商品が、で、またもともとは、そこにたまたま来てたお客さんとかが参加してくれる予定だから、商品が、温泉の湯を何リットル、あなたの家までお届けしますみたいに書いたんだけどさ、明らかに、もう食ってるやつが全員、8匹来てんじゃんっていう状況の、いい切なさですな。じゃあ続いてですね、こちら行きましょうかね。ペンネーム、仙台駅西口集合。2階で起きたボヤの跡がそのままの家。焦げてんだよね。焦げてんなって感じなのに、行ってきますなんて子供出てったりしてんだよね。いいの、いいのそれでっていう感じなんだけど、それはね、いい絵だな。俺これカードにしたいけど、2人の家がみんなの頭の中以外にあるかってことですよね。2回焦げてて、しかも焦げたばかりじゃないんだよね。かなり前に焦げてるんだよね。あとちょっと似てる感じなんだけど、猛暑とかがあったんだろうなっていう感じで、しばらくしてから、ほら、なんていうの、お店屋さんスナックとかのさ、テントったり、ひさしのテントのやつが、2階部分かなんかを隠して風通しが悪くなったやつが、乱暴にカッターで破いたままなってる見たことない？俺結構あんの、なんか、俺北海道で見たこと何度も見るのよ。北海道ネットされてますけど、おそらく。北海道行ってると多分、最初は全然おしゃれだから、2階部分全部隠して作ってたスナックかなんかなんだけど、多分、ある猛暑の時に、北海道にしても暑いよっていう時に、なんかもうどうしようもなくなって、窓から普通にカッターで切ったんだろうなっていう、ベローンってなってんのよ。で、それまた、布がもてで塞いであったりもするのよ。あれとか見ると、なんか、その、
表で見てるときに、あ、鳥が生まれるっていう感じで、一回急にバッテンに刃物が入って、ベローンってランニングパンツ一丁の親父が出る感じ、汗だくだくで。それが想像できてね、いいんですけどね。さあ、せずねー、ね、この方式で読んでいきますんで、こらせずねーやっていう、情景を見た人はですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字から、せずねーの係まで送ってください。待ってます。深夜のバカ力。はあ、すごいファックス来た。前のファックスくれた方なんですけど、ファックス募集の内容とは関係ないのですが、先日日曜日に、まあ、とある場所のマンションに引っ越してきたのですが、クローゼットの上の奥から何か金物の小さいのが出てきて、伊集院光の忘れ物と書かれたメモが貼ってありました。ひょっとしてここに伊集院さん住んでいましたか？ちなみに住所は、住んでた俺ここうわー、ここに俺も住んでたし、AD の柳坂も住んでたね。いやー、あそこですよ。もうほぼ住んでたところですよ。え、何忘れた？金具？あ、あれか、あの、アイアンバージンの二つ目の時にさ、あの、あれが、あの、なんかあの、すごい、とんがったやつが、ブザ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 って出る時の、あれで血が下に垂れなくするパッキンだ、パッキン。うわ、取りってるよ。でね、この人ね、何度も書いてくれてる人なんで、取り行ったらあげてくれるかな、部屋。これが、この部屋が、ま、昔その AD の柳沢くんが1ヶ月の間に4日ぐらいしか来ない日がないみたいな暮らし方をしたんですよ。新婚家庭にもですよ。そこで僕新婚迎えましたから、新婚家庭にも4日、だってわかんないのが、来んなって言われなかったんでみたいな理由なんですよ。来いって言われた日に来いって話でしょ、それは。ほんで、あったわ、なんか、その頃、高生の渡辺くんが、うんこを漏らして、街で歩いてたらうんこを漏らして、たまにパンツを捨てることがないからってうちに来たりとかしてる頃の家なんですよ。それで、もうね、シミとか綺麗になってんのかな。で、あれなんですよ、あのね、その頃僕はタバコを僕は覚えたばっかりで、25で吸い出したの、25、6で吸い出したばっかりで、タバコを覚えたばっかりだから、なんかこう消すタイミングとかよくわからなくて、慣れてる人でスッスッって消していくじゃんか、やたら地面に焦げ跡ができたんですよ。で、こう、あの、だって AD の柳沢くんのいたところだけカーペットが綺麗だったりしてますから、うわ、すっげえ行きてえけど、と言ったらダメ、急に行っていい？急に行っていい？驚く変えた？変えた？ねえ、じゃあ。